ます。おはようございます。今日から13連休で動画撮っていきたいと思います。はい、これはルンバですね。ちょっとルンバがガーガーうるさいんで、ちょっとルンバを直してから出かけたいと思います。家にいないんで、家がそんな汚れることないと思うんで、ルンバいらないんですけど、一回掃除すればルンバ動かなくてもいいんですけど、まあ、特にホコリが溜まるんですよね。そういうのを結局オーバーホールみたいなのしないといけないんですよ、ルンバって。まあでも年に1回ぐらいですかね。午後から滑れればいいかなって感じですね。1日目はしばらくこうブスに枯れないように。大丈夫かな、ちょっと心配ですけど。パソコンでしょ、水、これも着替え。いやー大丈夫かこれ、すげえ荷物だな。129円高いですね。腰抜かしましたよ私。高速使いますけど、下道で行ったらね、滑る時間なくなっちゃうんでね。いつも事故ってますね、あそこスローダウンするところ。土日は、あ、向こうが行きましたね。はい、関越入りました。うわー大渋滞しておる。しておりますね。あ、ちょうど合流のところ、合流の手前で渋滞でしたね。あー雪国に来ましたね。一番いいとこゲット。さあ、この谷ヶ岳パーキングからの合流が、この先合流があります。軽自動、この軽バックハイゼットの超難所、登らないんですよ。スピードが50キロ、今時速50キロです。ベタ踏みです。時速60キロで合流です。なんとか合流ができました。あ、今日は調子がいい。70キロ、よし、トンネル内を70キロで入れた。あー、よし行くぞ。出てきちゃうこれ。あ、眩しい。よし行くぞ。雪国チェーンいらないですね。合流があります、ご注意ください。チェーンいりますかね、今日。いらないと思うんですけどね。岩っぱらですね、あれが。岩っぱらがすごいよく見えるんですけど、人少ないですね。人めっちゃ少ない、土曜日なのに。あ、湯沢湾。さあ、2330円、うん、安い。ですね、ここまで雪があるのは湯沢湾と。はい、神田津スノーリゾート。あ、大丈夫ですね。夏タイヤでもいけますね。はい、これぐらいなら夏タイヤでもいけます。夏タイヤじゃちょっと登れないですね。これだいたい土日になるとこの辺に車止めさせられるんでしょう。全然車ないですね。あー、やっぱ混んでる。ここか、開いてねえかな。入り口の方開いてないかな。ちょっと詮索してみますか。詮索してみましょう。一番いいとか言ってた。やった
ど真ん前開いてた、ど真ん前、ど真ん前開いてた、やった、ゲット、到着、ど真ん前ゲット。信じられんぐらい吸い取るな。綺麗になったな。マスクゲット、素晴らしいですね。さあ準備できました。さっきからずっと寒かった。あったかい、今日はあったかい。さあ、はい、神田津のリフトはこんな感じ。 B リフト、名前がリフト の名前が変わりました。 B リフト、 C リフト、 B リフト、分かりづらかったんでしょうね。夢三沢リフトとかなんとかカラーリフトとか、僕も神田津通ってましたけど一つも覚えてません。 今みたいな感じで全然覚えてないです。二十数年前ですね、僕が初めてスノーボードしたのはここです。はい、だいたいあそこにリュックサックとか置くんですけど、今日はもうリュック持ってきてないんでこのまま滑りに行っちゃいます。相乗りできんのはきついな。パンじゃないんだ。鳴らす。よっしゃ、一本目。ああ、神田津久しぶりですね。嬉しいですね。ギアポイントありますね。あ、おすすめはこっちからエントリーするのがおすすめです、まさ。そして壁ですね。壁があるんで。右側の壁でまず遊んで、右側の、あ、ボコボコだ、ボコボコだな。うわ、すげえボコボコだ。めっちゃボコボコだ。うわー、うね、ボコボコですね。ボコボコ、これは良くないな。これ頃終わっとるよ、さすがに。10時過ぎて、11時、11時か今。うわー、めっちゃ、うわー、俺膝痛いんですよ今。前足の、左足の膝が痛くて再発しそうなんで、ちょっとで、控えたいんだけど、控えない、控えたいんですけど。で、ヘラクレス、釣りヘラクレスか、空いてるんで行きましょうね。もう釣りヘラクレスの入り口にこの出口を作る、ね、デシャバル君、ね、登場しますけど ね、コースの入り口にコースの出口を作るっていうのは悪すぎますよ、マジで。これの ね、合流するんですからぶつかりますよね。はい、釣りヘラクレスオープンしてるんで行きます。で、食われてるんでもう無理しません。あのインスペクションっていうか、あの下見ですね。下見、一番右からエントリーするのが僕はおすすめですね。こっちから、この向こうは何、雪庇、もうえぐれてるんで絶対行かない方がいいですからね。こっちは。うわー、見てください、このこの何、シャドウツボですよ。こうしょっぱな怖いんですよ、この傾斜が。だから安全に行きます、はい、ここ木にぶつかる。あ、すごい、やらけ、うわ、やらけ、うわ、やらけ、なだれなだれ。あ、ちょっと雪が解凍されて解凍されてこう落ちてますね。穴、ホール、釣りホールがある、釣りホールがあるんで、ここでもう一つデシャバル君ですけど、あのまだシーズン始めで、なんつうの、雪がついてないんですよね。雪がついてないんですよ。で、80センチとか降っちゃったもんで、あの山自体ってこうすごいこんなボコボコしてるんですよね。
山自体ボコボコしてるところにこうふんわり雪が積もったんで、その上を滑るとだん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 こうボコボコの状態が残るんですよね。でボコボコの状態で夜固まるということで、平らに、まあ、真っ平らには絶対ならないんですけど、だんだんこう平らに近くなってくるんですよね。その雪がなんつうの、硬くなった雪が平らに近くなってくるんですよ。 3,4 回ぐらいそれが行われると、こういったナチュラル系は滑りやすくなるんで、 3,4 回雪がついてからナチュラルは解放するべきなんですよ。これは僕の持論なんでね、正確な情報ではないんですけど、経験からしてシーズン初めのナチュラルは本当に滑りづらいっていうか、落とし穴が少なくなってね、濃いところとかね、こういうのがねあからさまなんですよ、シーズン初めっていう。こういうの気をつけてください、シーズン初めのナチュラルはね。があるんで、ここも雪庇があるんで危ないんですよ。柔らかいところ持ってくる、あ、いけなかった。いけません。よいしょ。ちょっと白板山リフト乗ってみましょうかね。右側が非圧雪なんですけど、本当に踏まれてないときは進まないんで行かない方がいいです。ああ、やっぱノーズが入るな、ノーズが入るな、この一点しばし乗ってないと。すげえコース、こんな左側まで前は滑れなかったのに滑れるようになってる。はい、いいリフトになりますね。いいリフト、白板山リフトじゃなくなりましたね。降った時はこのいいリフトってのがいいんですよ。今ハマったら一大事ですよ。よく滑ったね、この人。拍手だ、拍手。さあ、オリオン行ってみましょうかね。もうオープン初日っていうか、オープン第1周でもうここが開くって多分今までないですね、僕の経験上。オープン第1周目からここが開くってことは、第2周第3周ぐらいでこの左側が開くってのはたまにあるんですけど、オリオンは絶対開けないんですよ、雪崩があるんで。でももう雪崩のあれは解消したのかな。スキー場ですね。危ない、逆エッジになったんですか。えげつないことになっとるな。さあ、えげつないことになっとります。えげつないことになっとるな。これはきついよ。ヘルプミーですか。でも面白いな、まだ柔らかいから耐えられんぜ。シャドウきついな。気持ちいいですね。
ゃないじゃん。危ないね。死にたがって歩行があって、よいしょ、あった、よいしょ。これ私がスネークになりますからね。あの2個目のキッカーは今すぐにでも閉めた方がいいですね。もう本来の形を失っておる閉めた方がいいと思います。まあ上手い人はね横にずらして飛べると思うんで。これランディングがねもう一本溝ができちゃってるんですよ。危ない。ランディングがね一本溝できてね危ないんですよ。でこれはねかなりのライナーですね。ライナーです。かうわ言えんな。あれえバインずれてる。これバインがずれてるかもしれん。バインがずれてるのかな。あーっとちょっとブーツセンターを買いました。なんか乗りづらかったんでブーツセンターを買いました。悩みが解消されたかもしれん。視聴者層がよくわからん。初心者が見てるのかね、なんだこいつ下手くそなくせにつって、まあ見てるのかわかりませんけど、やらせてください。そういうことやりたいんですよ。そういうことしたいんですよ僕だって。はい、僕 YouTuber ごっこやりたいんです。で下山コースですね。管轄の下山コース、ここね結構おすすめですよ。あの結構ねなんだろう、上級者でも結構楽しんで滑ってるんで、そういう意味でもね結構遊べるところがあったりして、こういう壁とかねパフォーマンスとか楽しいんですよ。であと初心者の人はね本当練習ができるんで、練習ができるんで、いや言ってらんなくなって練習ができるんで。ツリーランもできます。実はツリーランもできるんですよ、ね、そっちはきついわ。でねコースを広くしたんで、ここ例年よりコースを広くしたんで、まあ、ちょっとうねりがあって初心者でもちょっと難しいかな今みたいなコンディションだったら。これもで練習できるんですよ。練習にはうってつけのバーンですね。こう今のもこれですコブじゃなかった。この木を振った切りましたね。ジャンプポイント、ここジャンプポイント、ね、練習
ですよ。いや楽しいですね、神田津。神田津マジ楽しい。一番好きなスキー場ですね。ここが釣りランできるんですよ。釣りラン、釣りランできる、まあ、一応ね、ちょっとこれ何の感じなのか知らないですけど、勇気あるので、ね、ぜひこの釣りランを楽しんでくださいね。はい、そんな感じで神田津スノーリゾートの半日ですね、半日も滑ってないぐらい、半日滑ってみました。終わりです。チューンナップとかってできるんですか？ワックスだけなんですよ、ね、あ、ワックスだけ、うん、ワックスかけだけになっちゃいますね。あ、そうなんですね。はい、で、ここはご飯、ここでもご飯食べる。ここは結構ついてるんでおすすめです。おでん600円ですよ。ぬるいおでん、ね、冷めたおでん出したら承知しませんからね。私が冷めたおでん、お風呂。